皆さんこんにちは、ネソでございます。ケンシンさんが覇王道行くですね、172回目やってまいりたいと思います。で、本国ね、回ってきたのは良かったんですけどね、ケンシンさんがまだね、論考できる状態じゃないので、ここは訓練のは93か。じゃあちょっと準決の方に回しましょう。ああ、そうか、来たばっかりか。うん、じゃあダメだ。これだけ、布告に変えて、で、マックさんのところからちょっと回収しとかにはいかんね、これね。ここはもう騎士さん、ああ、鹿之助さん置いとこうか。で、最終的には騎士さんね。鉄砲はいらないね。で、15の、234、はい。で、兵糧とかをこっちから引っ張ってきましょう。7人か。あ、そうそう、忍者隊ね。あ、まだ無理か。うん、じゃあ秀吉さんと正幸さんを呼んで、3で、騎馬は1900トンで3で、足軽が1000トンで25。はい、うん、余裕が出てきた。次の戦闘もう一個ぐらいはやりたいね。ここは商業地だけが低いからな。ちょっとこの二人は、うん、以上ですね。はい、ヤマト。で、伊勢島か。物資がね、集まってきてるんで、ある程度は、はね、輸送しちゃいましょう。まさなりさんが使える、ただこれはあの商業でもいいんか。50あるから2ぐらい上がるでしょ。で、輸送搬出で、これを3496で、200の、539以上やね。いいが、おさふねさんは、うん、農業。はい、越前がね、まだ農業上がるんで、戦後へはなかったと
と思うんですけどね。いいよ。おい。あ、まだいける。すごい。1000超えたっけ？全く記憶がないんだけどね。うわ、どっちはこう。南近江経由にしましょうか。弥太郎さんで、よいしょ。500の、200。はい。はい、ゆずき城ね。あ、治安がこれで、ようやくこのちゃんでいけるでしょう。よっしゃ、やっと100なった。で、商業は藤重さん。で、王さんもね、のぎょりや。200超えしてないのはね、あまりよろしくはないけどね。まあ、もう、影響は少ない。で、ここも、まあね、沢山が大体、強兵がいつも出てくるんで。沢山が、ああ、ここやね。あ、金があるから、あれしたがるのか。上がってから送っちゃいましょう。まあその兵を使うかどうかはまた別としてね。さあね、あとね、さあここはね、ちょっと治安度が悪いんで治安優先でいきましょう。たり、で、終わり。なんとか前線持ってきてね、終わりたいね。シャレじゃないよ。あ、カジさん訓練が来ってるから、ここも農業を伸ばすだけ伸ばして、もう伸ばしきったらね、移動しちゃいましょう。まあどっかでは止まるからね、言うても。ああ、大丈夫やね。まあ、ここもいけんね。ああ。はい、和田さんのとこへね。
ああ、そうか、ここも兵があれしてきてんのか。斎藤さんは、商業でいいね。で、輸送かけちゃおう。セットンで55で、250。はい。あ、珍しく全部移動になってる。大体どっかがね、強兵になるんですけどね。まああれを物資取り上げてたからかもしれんけどね。今月保険が下で、でも内政向きの人ばっかりやね。86で、エケさんでうまくいけば89ね、で、アマゴさんはちょっと厳しいから農業でもしとこうか。さあ、こんな感じですね。で、指示は内政と。あ、動けないんだ。あ、とさね。よいしょ。はい。治安は100やから、商業を、こっち最上さんね。で、農業を篠原さん。おお、400ね。まあ訓練はもうちょっと後にしましょう。
そうか、商業、治安はいけ、OK やから商業。羽生さんと牧野さん。牧野さんでも2ぐらいは上がる。ね。で、あとは農業。ああ、そうか、広げられないんだ。忘れた。じゃあ、大浦さんも商業へ。これで OK ですね。あ、入れたよね、指示。あ、入れてる。よいしょ。あー、日向さんは、商業にしときたい。よいしょ。わあ、なかなか待ってこんな。せめてね、月替わりでと思ってるんですけど。よいしょ、はい。100に近づけて終わりたいね。あ、ここやね。少ないしね。ここの応援はちょっと厳しいな。あー、しかちゃん27か。国虎さんはあれやからね、使ったばかりやから。面白いかもしれない、こっちだと、ああ、109やから、ちょっと手こずりそうやね、2部隊でいくと。ここだったら、防御度も低いからね。ではね、次回、ちょっとこちらの、これなんだっけ、なんとか山城、また突っ込まれそうですけどね、教えてください。では、そちらの方を攻めてみたいと思います。で、ちょっと終わるんでね、名前調べときたいと思います。それでは、さよなら。